皆様こんばんはおもかげクラブへようこそ改めまして皆様こんばんは遺体管理人のかようかりんです今週もよろしくお願いいたしますはい改めまして皆様何回もすいませんかようかりんです <laughs> ありがとうございます はいえーとですね先週緑さんがちょっとお休みということで、えー、私は自分自身が使っているご遺体のお化粧品の紹介をさせて、えー、いただきましたまその中でえーと,やっ,とやっぱり第一軍といいますかやっぱりあの一番力入れているのは口紅 を揃えることなんですよ <laughs> ででな,なんでかっていうと口紅ってこのカラーーバリエーションが多いいじゃないですか、ね、だってファンデーションとかだとだいたいオークルとかやややや明るいオークルとかなんか健康的な色とかそういうだいたい肌色というか肌色しかないじゃないですかファンデーションって。だけど口紅ってもういっぱい色がいっぱいあるんですよいっぱいあるからなのでテンション上がりますよね。 いいっぱい揃えてます口紅の色うんで、まあね、先日ちょっとその口紅の話の中で、まあ、女性はこの選ぶのが好きだとビュッフェ選ぶの好きですねで私家族さんに対応するときに大切にしてるのが選択肢を、まあ、できるだけ、えー、適切なものを、まあ、2つ3つ ですかね、そういうふうな形で選択肢をあらゆる場面で、えー、増やすことっていうのを大切にしてるんですね。でそれは人間はなんかこう一日なんか1,500ぐらい選択で生きているみたいな感じあせ選択で、うん、生きているっていうことを誰かが何か言っ,て言ってたか言ってないかなんかそんなような言葉を聞いたことがあるんですけど。 今までこの私たちの,この遺体十字会といいましょうか納棺業界といいましょうかご遺体型っていうのは死んだらこんなもんですよっていうのがまかり通ってたんですよ。家族が選択でできるっっていうことなかったわけですよ例えばね口閉じ一つにしても口が開いてきました葬儀屋さんに家族さんが相談したらいやもう死んだらこんなもんなんですよみんな開くんですよ って言われたら、あそっかーって、これがあそっか死んだらこんな風になるんだなって思うで終わり。そのままダビに伏す。これが今までのご遺体会だったと思います。でもなんか遺体従事者我々みたいなザスキマ産業ですね。こう出てきてですね、ご遺体の口は閉じることができるんですよ。入れ歯は入れられるんですよっていう風に言って、で家族に。 まあ口ちょっと開いてますけどどっちがいいですか開けときたいですか閉じたいですかっていう選択をまずできるんですよこういうい質問ができますね沖縄県の家族さんはもう絶対に口は閉じてと言いますよねもう1ミリでも開くのを嫌いですからなのであ閉じてくださいって言ったら閉じ方ですよ今度は全部口を閉じた時の状態をお見せするんですね。 ここ,ここしっかり口を閉じたらこんな感じ少しずつ緩ませていきますこのくらい緩ませますかちょっと笑ってるみたいでいい感じもう少し緩ましたら自然な感じとかそういうふうな形で家族と一緒にご本人のベストな表情が、えー、ここっていうところの口元に選択ここもしてもらうんですよ、うん、だから口閉じ1つにしても全部閉じる ちょっとだけ緩ませるというかねこの「科学の位置を微妙にずらしていってここ」っていう <laughs> そういうことも今できますうん口と閉じて「うん」って全部閉じちゃうとなんかね「うん」何かね口がね「うん」んって「うん」っていう口になっちゃうからそれはちょっと不自然であったりしますからね、うん、まあこれを決めるのはほら家族さんだから <laughs> 私たちじゃないですからねだからそういうふうな選択っていうのをすごい大切にしてます うん、でその私があの一番メイク用品で気合い入れていろいろ揃えるのがカラーバリエーションが豊富の口紅で家族に選んでもらってるんですね家族に選んでもらってで家族に塗っていただくこの時に大切なのはこれはね、ま、今からちょっと今日お話しする内容が、ま、主にエンゼルケアでも全く 話してる内容なんでねあの、まあ、聞いたことがあるよっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけど我々施す側の人間として一番大切なのは、うん、ご遺体は誰のご遺体かっていうところをこれを勘違いしなければ私はいいエンゼルメイクエンゼルケアができるというふうにお伝えしてますいつも。誰ののご本人なのか 何ののためにメイクをするのかっていうところですねでこれはどういう意味かっていうとまあこれは答えを言っちゃいますと家族さんのご本人なわけですよね。私たちのでではないんですよってなると私たちがきれいにする私たちがきれいにしてお返しするというか家族さんにお渡ししたいというふうな思想の持ち主は ブブなんですよねこれすごいよく勘違いされてるんですけど施設とか病院の方看護師さんがねよくおっしゃるんですよねなんかもう本当に綺麗にしてここまでよく頑張ったと綺麗にして家族さんのもとにお返ししたいというかね家族さんにお会いしてほしいということでエンゼルメイクを教えてというふうな連絡があるんですがそこじゃないんですよ。うん そうすると何があのそこじゃないこれじゃない感ってやつですよねそこじゃないのが何があの、ね、ここでね歪みが生じます家族との気持ちの、うん、でどういう歪みかっていうと,、えー、と美的感覚がそもそも違うわけですよ家族さんと我々っていうのはだって脳みそが一緒じゃないからそりゃそうじゃないですかでお母さんまあ高齢の おお母さんを、ね、施設でお見取りしました家族が来る前にいち早く施設の職員がメイクをして差し上げてさ家族が来たっていう時に対面をした時職員さんはきれいにしてお返しすることがグリーフケアだと思っているので完璧なやあのうん完璧にこうやってきたと思われるでしょう。 そのためにだってエンゼルメイクとかもいろいろ勉強されてるわけですからところが家族さんっていうのはここの時に2つにかなりはっきり分かれるんですよ。お一つのパターンの方は「あお母さんすごい綺麗になってる綺麗になってるね」って「お母さんこんなに化粧したら美人だったんだね」って言うんですよね。 そうすると職員さんも嬉しいわけですよね。よかったやってよかったな。いい結果でしょう。これがまあベストなんですけど実は現実はそうじゃないことが多いんです。それがお,お母さんらしくないと。お母さんは農業一本でやってきた沖縄県でいうと春澤って言うんですけど、ね、農業一本でやってきて化粧水すら塗らないような人だったのに。 今目の前にいるのはすごいお美しいおばあさんお母さんじゃないみたいな <laughs> うんで。ででも職員さんニッコニコでもうとても良いおみとりでしたよってまあおみとりにね間に合わなかった場合とかなんですけどうんねすごい皆さんもお疲れ様でしたって言ってそしたら「あはい」って「お母さんじゃないけどまあいいか」ってなって家に 戻られてから我々痛い従事者が呼ばれてるわけですよ。で、職員さんは多分このことを知らないんですね。このその後日談は知らないわけじゃないですか。多分良いオミトリというか良いエンジェルケアで終わってるから。で、そうするとね、ああ良かったなって綺麗にして良かったということはどんどんこれからもやっていこうっていうことで少し勘違いをしてしまわれるのかなと思ってます。 うん、なので、まあ、大切なのはですね家族に選んでいただくこと、まあ、そこもそうなんですよ。うん、これはもうはうっきりしてるんですよメイクをしたいのかしたくないのか家族は一緒にやるのかやらないのか、まあ、そこだけはっきりねこう家族さんに聞くべきだと思うんですけどね、うん、だから職員がきれいにして返してあげたいじゃないわけですよ。家族に、えー、メイク どういういいにしたいですかって一緒にやりませんかってまず聞くべきだしで家族さんが「いやお母さんもずっと畑仕事だから全然化粧水とかも塗ったことないんですから」みたいな感じでおっしゃるんだったら「あじゃあもう自然な感じでお返しねあのごごご帰宅お家に帰っていただきましょう」みたいな感じで持っていけるしではたまた「 あんまりこういうのわからない家族さんも多いわけですよね。いや私はもうもうもう唇なんてっていう家族さん多いですよ。もうマスク最近マスクしてるから自分でも塗らないのにって言ってる家族さんめっちゃ多くないですか。まあ、看護師さんとかでお見取りされる方だったらわかると思うんですけど、なんか一緒にしませんかってこうお誘いした時に断られること多いと思うんです。で完全に任せ でまあ、母さん看護師さんやってくださいっていう人はそもそもお母さんらしくないとかはまあ,ほあんまり言わないからですね言わないのでそういうことを言わないからその時ねまあまあ,あの本領発揮されればいいと思うんですけどそこら辺かななんせ選択ですよ一つ一つねエンゼルケアもメイクもそう、うん、私がほら呼ばれる時っていうのはもう完全にお化粧で呼ばれてるわけですから。 まあ、メイクとかケアとかね全て含めてなんですがご遺体の状態を良くしてほしい、まあ、より良い環境にしてほしいということで呼ばれてるのでそこでメイクされますとかそういうのでも、まあ、こんな言い方はしないですけどどんな感じにしたいいか必ず聞いてます、うん。あんまりあの私セン,スをないなセンスがめちゃくちゃ悪いんですよだから私のセンスなんかでやったら大変なことになっちゃうからもう自分のセンスは信用しないあの必ず家族に聞いてますね。 はいでえーとね、あと、ね、もう一つそうそうそうあの話しておこうかなと思いました、えー、と家族が私な、私メイクなんかしないからっていう人たちこの方々を一緒に取り込むというか一緒に参加してもらうという魔法の言葉があります。お断りされる方の 魔法の言葉まあ、メイク編なんですけど特に口紅ですねファンデーションとかって結構難しいんですようんあのねちょっと眉とかいきなり眉とかあれだったらね難しいけどまあ、口紅ですよね一筆いかがですかみたいな感じで私たちもよくやりますで、一筆いかがですか系は脳幹子とかの人も絶対やるんじゃないかなそんなこと言わず一筆だけでもみたいな感じででも このやりたい方々っていうのは最初から、もうそちらにすでにスタンバってるでしょ、スタンバってる。で、次に、やりたい素振りを見せないけど、実はできる人たちっていうのは、声をかけたらしてくださるんですよ。で、やりたいけど自信がない人、このあたりの方々、すごく多いんですね、やりたいけど自信がない、でまあ、やっておいた方がいいとは思うんだけど、自信がないとか。 そういうい感じの方、とても多いと思います。でこの方々をどういうふうな言葉でいざなえばこちらメイクしてくれるかっていうのを発見しましたんでお教えします。それがですねあちなみになんですが私はこうお誘いしたら100%やってくれるんですよ。100%家族さんがメイクしてくれる。 うん、でもちろん100%の中のほとんどの大半の方がいや、私はコロナにもマスクになって口紅も自分の口紅こういう人たちです、みんなこんな感じ、<laughs> 自信がないとかね、うん、なんですが私の場合は男性もやってくれる、男性もやってる、男性もつまり息子さんってことですね、息子さんとか、甥いっ子とか、それでもやってくださいます。 この言葉でやってくれる魔法のフレーズがあります。それがあのまあ、一筆だけでも、これはまあ定期エッですね。一筆だけでもでもう一つは私が必要であれば補正しますからって言うんですよ。つまり、あなたが最後で責任は取らなくていいと。あのね。みんな責任を取るのが恥ずかしい。というか辛いというか面倒くさいというか。 責任重大だと思っちゃうからいろんな言い訳をこうつけてくるんで、うん、か軽く軽くもう,もうちょいだけでもいいで、ね、ちょいだけでもうんこれすごいねいろんな部分で、えーえー、私が最後まで責任を持つっていうことは私は携わる上で何回も言うんですね私がご本人の今からね仮装まで10日間あるけど最後まで みんなで頑張りましょうとご本人が匂いが出ないように悪化しないように最後まで素敵な状態で旅立てるように私が責任持って最後までお見守りしますから大丈夫ですよって最初に言うんですがその中で小さな「責任取ります」系はこのメイクの口紅なんですね。うんでね本当にあの本当はやってあげたいけど。 何かにつけ例え,ばできない例えばね膝がつけないとかね膝がつけないとかリウマチね持ってらしてちょっと手が震えるんですとかこういう方であっても一筆は、ねされるんですね、多分うんあのもうガタガタ震えられてるからなかなか難しいっていうことなんですがでも気持ちはあるんですよ。なんかねそういう姿に感動するわけですね。 それこそ私はそのサポートにお伺いしてるので、ね、ちょっとだけでもねされたらもうそれだけでそれは満足されるわけですから、うん、でそこからはほら私があの代わりにその後ねバトンタッチして責任重大ですからこの色をこんな感じですかって言ってその方の,その娘さんの,あの指導のもとをちゃんと塗るっていう。うん、なので ね、責任は私が取りますと綺麗にできるからあの一筆だけでもどうですかっていうお誘いの仕方はおすすめですなんか嫌味もなくねでこちらのちょっとプロっぽさも出せますよね、うん、私はどんな唇でも綺麗にできる自信があるので例えばどんな唇かっていうとドライトマトみたいなね、えー、と乾燥したトカゲ。 皆さんわかかりますか乾燥したトカゲクーラーの室外機とかになんかトカゲやる沖縄の挟まってるじゃないですかあんな感じカチカチのカピカピの唇でさえもププル,ルンリップにできますでそういうまあだから今ちょっとあの無理無理系でこれはちょっと難しいっていういわゆる一般的なご遺体の唇の,あの話なんですが、うん で口紅に関しては結構、まあ、これねもう本当にもう何分でも喋れちゃうぐらいいろいろと雑学があって例えばねあの、えっと、時間が経てば経つほど伸びなくなるんですよ伸びなくなくるの、えっと、口紅の色が伸びない、乗らない、目立たない、まあ、目立ちはするかそうだからなじまないとかいろいろ悩みが多いですよ。なので ワンンポイイトアドバイスを言います特にお若い方々にしてもらう時孫とかね孫とかひ孫とかがいたらもうめちゃくちゃ隣で指導しまくるんですねそこもうちょっと上をこうしてこうそ,うそ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 う,うあと二回りくらい下大きく上が1対下が1.2ですよとか <laughs> そう横幅全部ここここ口いっぱいいっぱい横幅 口紅に塗ったらカエルちゃん見たくなるから横幅ちょっと狭めてこの縦幅を大きく塗りますとか隣でめちゃくちゃ指導します <laughs> 最近の若い子は TikTok とかねあのリールドショート YouTube 動画世代 Z 世代ですよだからねこのメイクしっかりやってくれるんですね <laughs>、うん、やっぱり何かするときになんかいねあの放任でされてたらちょっと ね、別にいいんだと思うんですけどみんなちょっと興味がある人たちがそこにいらっしゃるときは私はメイクの先生になってその若者にやり方をすごい教えてるんですねご遺体のメイク講座をそこで子どもたちとか若い女性たち40代30代20代の方々にお教えしてます特に唇はあの難しいからで最後に私がうまくこうできるからあのねこっち 本当にね、あの大切なのは家族さんうまい方もいらっしゃるのでう、ね、まい時は素直にもう何もしない何もしないもうな、直すところはございませんということでちゃんとそのままだったりとか、うん、でもね本当に難しいのだから伸び,伸びないから時間が経つと唇が変化していくんでだからあの伸ばす色を塗るんじゃなくて色をそこに置くような形でこう。 うまく山を作ってこのね唇の上の山大切ですねうんそういうこと男性は皆さん男性の唇の色は赤だと思ってるかもしれませんが赤じゃない、はい、赤じゃなくて何色かというと茶色だけど茶色も問題はね女性の,ファンあのメイクパレットの中の茶色はブブですよ あれはねオレンジ色素が強いからなんかオレンジ茶色になっちゃうそうじゃなくて本当の茶色茶色だけ単体で売ってるのでおすすめですで、えー、と茶色だけ塗ってもピンクが足りないんですよこうしたら今度なのでピンクをちょん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 ってちょん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 って点でつけるんです点でつける でこれも全部家族さんに見てもらいながらこうですかこうですかこうですかって全部確認確認ですね。エンゼルケアで大切なのはメイク技術ではないエンゼルメイクで大切なのは家族の確認です。<laughs> うん なんだろうでも、ね、エンゼルメ,なんかすごくメイクが上手くなりたいからっていうことで、ね、看護師さん方おっしゃってくださるんですけど違う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 ,違う全部確認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 でオッケー確認をすることでクレームがなくなります家族の満足に直結するからね。うんでえっと 家族あそう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 だから家族さんの満足に直結することで,できないと思うこと例えば口閉じることとかも難しいじゃないですかきっと難しいと思うんですよなのでそういう時はもう葬儀屋さんのメイクさんに相談してくださいって言えばオールオッケーなわけだからはいでまあ今日の本題はお風呂の温度です、ね、沖縄県はまあずっとお全国 ナンバーワンのことがあります。それはエンゼルケアの実施率、実施率、病院施設のエンゼルケアの実施率は全国でナンバーワンです。さらには、えー、お風呂に入れてくれる率、これもナンバーワン、すごいですよね。素晴らしい、素晴らしい。私県外のねある施設さんの方とお話しした時に、死んだ人をね、同じ利用者さんと同じ浴,浴室でなんか洗えませんよって。 すすごく怒られたこととがありまいいえ思っていやいや沖縄の人普通に入れてますよって言ったらねなんか利用者さんの家族からクレームが来るって死者と一緒のところで死者と同じところで我々の体を洗うのかっていうふうになるって言ってたのであまあ、なるほどと思ったことがありますところが沖縄県はそういう考えの人はあまずいないですね聞いたことがないで、えー、とちゃんとお風呂にね入れてくれてねすごくきれいにされてから おお家に帰られているののでお風呂の温度をお教えしようと思いますあのこれからドライアイスが当たるからあのお湯でいいとかはたまたご遺体は冷たくしなきゃダメだからちょっと水だ冷静だ、まあ、ちょっとぬる,ぬるる眉ぐらいかなとかいろいろな情報があると思うんですがこれは、えーまあ、ぬるる眉で何とでもと,とりあえず、ね、何でもいいんで何でもいい。で 大切なのはここそこじゃないんですよ家族が立ち会うかどうかなんですよ家族が立ち会ったらもうちょっとお湯で全然いいお湯でいいうん、そういうことじゃないですかね家族がさ立ち会ってるのにいくら亡くなったからといってついさっきまで生きてらしたお父さんにこんなに拷問のようなお水のようなみたいなとか一あったんですよねもう娘さんすごいショックを受けてたんで まあちょっとやんわりと病院さんに連絡は差し上げたんですけどその後あのそういう報告がないから多分大丈夫だと思うんですがねちょっとあの病院でのエンゼルケアは家族の心情に基づいたものじゃないとだめですね。私たちがさせていただくときはこの葬儀の儀式でご遺体の保全のためのケアなんですよ。だけど病院のエンゼルケアは 家族の死ののの死需要のためのケアなんですね、うん、だからもう水とかじゃなくていいいいもうお湯でいいお湯でうーん,なんかそこら辺とかをねよくお話できたらなと思いますちなみにお湯でいいお湯でって私言いましたが本当にお湯でいいですで理由としてはその後ご遺体は、まあ、適切にね葬儀屋さんがこう引き継がれてマイナス7 0 °のドライアイスが 10キロぐらい体の上に乗るんですからもうお湯でいいんじゃない <laughs> と思いますけどねで例えばそこで逆にお湯だったそこで冷水だったじゃあその後ご遺体が変わってるかっていうと全然何も変わってないですよ何も何にも変わる何にも影響はないだったらお湯でねいいんじゃないかなと思いますで家族さんがえ「ちょっとあったかすぎませんか?」とか ちょっとご遺体、あお、お母さんの腐敗とか進みます。まあ、こんなことを聞いてくる方いらっしゃらないと思うんですけど。もし聞かれたら、うん、もう葬儀屋さんで、この後、あの、お体冷やさなきゃいけないと思いますので。ね、ちゃんと温かいお湯で、せめて、せめて、今は温かいお湯でとか、そういうふうな形でお話しされたらいいのかなと思ってます。まあまあ、そんな感じで、今週もお時間となりました。 今週もお時間となりましたっていうのもあれですけどなんかねそうそうあのせっかくちょっとラジオをしてるのでちょいちょいご遺体雑学だったりこのご遺体の勉強ネタをねしっかりと YouTube に残していこうかなと思います最近私の個人チャンネルが動,動いてないからそんなこんなでいろいろ考えておりますがよろしくお願いいたしますえーとまた 第3、第4週、訪問看護さんかな、ちょっと来てもらいたいですよね。いろいろと話ができればなと思います。それでは、皆様、良い週末をお過ごしください。ありがとうございます。